出港。およそ5000人の拍手に包まれ誕生した今治里山スタジアム。サッカー J3 で戦う FC 今治の新しいスタジアムは、サッカーだけでなく365日市民が集いにぎわう新たな拠点となるべく、さまざまな仕掛けで進化するスタジアムとなっています。FC 今治の新しいホームスタジアム、今治里山スタジアム。2021年11月に着工し、建設費はおよそ40億円。民設民営のサッカー専用スタジアムです。最前列に座るとピッチまではわずか8メートルほど。そして選手が使うベンチはこちら、近い。選手と同じ目線で観戦することができます。現在の座席数はおよそ5300席ですが、これから FC 今治が J2、J1 へと昇格することを見据えて、最大1万5000席まで増設することができる設計となっています。ファン、サポーターはもちろん、市民も観戦の時を心待ちにしていたスタジアム。こけら落としのオープニングセレモニーでは、どちらを向いても笑顔。活気と期待に満ち溢れた一日となりました。興奮しっぱなしです。走りきた、第1号。すごい感動しました。選手の熱気を肌で感じて本当に楽しかったです。これから今治の街が街づくりと一緒に里山スタジアムと発展するかなというふうに夢を持ってたような、イベントでした。 J3 優勝を向かって頑張るぞ。 J2 昇格に向けてチームとともに大きな一歩を歩み出した今治里山スタジアム。サッカー専用スタジアムですが、FC 今治の岡田オーナーが目指す姿は、どんどんという姿になって、地元の人の心の良いところとして365日人が集う場所を作りたい、そう、里山スタジアムを作りたいと思いました。夢の実現に向けて、今治里山スタジアムではすでに様々な挑戦が始まっているんです。まずはこの海賊船をイメージしたクラブハウス。眺めも最高。青、白、黄色のカラーが高揚感を生む内部には、選手用のロッカールームやミーティングルームがあります。そして海賊船を囲むのは4つのエリア。1つ目は里山ジャルダン。スタジアムの脇に立つこの春竣工予定の建物には、チリコンカンのホットドッグやスコーン、紅茶などを提供するカフェがオープンする計画で、完成に向けて工事が進んでいます。市内の社会福祉法人と一緒にインクルーシブな環境づくりにも取り組む計画で、この場所を拠点に児童発達支援や就労移行支援などの福祉サービスが提供され、世代やジェンダー、障害の有無などを問わず、多様な人たちが関わり合う拠点となります。また屋外には井戸水を使った小川やビオトープもあり、季節ごとに表情を変えながら様々な生き物が集まる癒しのエリアとなりそうです。次はそれぞれのエリアを結ぶ里山プロムナード。この場所も
もちろん試合がなくても訪れることができ、朝のランニングやお散歩に最適です。ランニングイベントなども開催されますよ。そして3つ目のエリアは里山スクエア。こちらには今年春ごろドッグランができる予定。試合のない日はここで愛犬と一緒にのんびり過ごせますね。最後は島並みの景色を一望できる里山プラザ。焚き火を楽しめるスペースや写真撮影にぴったりのポイントも。今はまだ茶色い地面ですが、シーズンが開幕し新緑の季節には白爪草の緑の絨毯が広がる予定です。サッカーだけじゃなくて365日人が集って心の拠り所となるような、どんどん緑豊かになっていく場所、みんながここへ来たらホッとして心豊かになる場所、そういう場所を作っていきたいと思っています。進化し続ける心の拠り所となる場所が私たちの町今治に誕生しました。 FC 今治と一緒に私たちもその大きな舵を取り、にぎわいを生み出すことこそがスタジアムを夢見る姿へと導く原動力となるはずです。サッカーも普段も魅力満載、行きましょう今治里山スタジアムへ。